しやりすぎちゃったらごめんね。はい、どうも僕です。ということでね、今回もドラゴンクエストライブスやっていきましょう。ということで、今回のデッキは真の魔法使いということで、特技を使うほど何かしらの効果がある、そうそうこういう悪魔の巣みたいな効果の持ち主たちをたくさん入れております。さあ、悪魔の巣、メラミ、レオパルド。いいね。いや、これめちゃくちゃいいと思う。レオパルドが先に来たのはマジでナイス。レオパルドを使えば、めちゃくちゃね、出しまくれるんで、ユニットを。これはかなりありがたい。まずはここはテンションかな。テンションアップで、で次のターン悪魔の巣を出せれば出したい。さあ相手テンションと8か。いやー取られちゃうけどなー。でもここは小瓶、小瓶でカード引いてタバサ使ってターン終了で、相手8となるとおそらく次のターン使ってくると思うんで、その後に悪魔の巣出そうか。それが一番いいと思う。さあテンションアップで使ってくるよね。 OK で、あとユニット出してくれればテンション分も使えるから、できれば何かしらの弱いユニットを出してほしいけど、それを求めていた。ただ相手テンション上がっちゃうのかな。8までの近道にはなってしまう。さあ悪魔の巣ありがとう、ありがとう。さあまずは3ダメで取って、で悪魔の巣を出してテンションアップでターン終了。まあ悪魔の巣用に特技使ってもいいんだけど、ただレオパルドが来たらさすがにレオパルド出してからの方が使いたいかなって感じ。レオパルド出して、ああはいはいはい、まあ一応8使わせなかったから、まあそれは OK。悪魔の巣出します。メラミ一応出すか、使うか。でテンション上げて、これで4になるんでグレンでは倒されない。で一応テンションも上げられると、一石二鳥とはこのことよ。タバサもいいし悪魔の巣もいい。で次のターンレオパルド出したら、まあ、おそらくすぐにやられるとは思うけど、そっから杖の装備がね激アツ展開だと思う。さあ3打目食らうが、おそらくいや何かしら持ってるとは思うんだよね。ただイオなりメラなり何かしら持ってると思うから、まあ生存はあんまないと思う。そうだね。ただ一応ね使わせたと考えたら全然ありで、あとはレオパルドがどう動いてくれるかも結構大事だが、あえてウィッチレディーか。いやでもこれレオパルドだとワンチャンさ倒せない可能性もあるよね相手。テクデンテクデンドゥ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 ン。かっこいい。初めて使ったかも。地味にあれわかんないけど初めてくらいの気がする。さ疾風信頼、これはきついな。まあただねこっからが本番だからこれを装備した時に真の力を発揮される。ここまではね全然もういやこれ嫌な予感すんな。メラゾーマ終わりか、もしくは僕みたいな感じで、僕が前やったデッキみたいな感じでなんだっけその時確かラーミアかみたいな感じになる可能性もあるな。とりあえず身長の杖使えばかなり倒せるんで、メラミ使ってここ取る。でここでシャドウ出す。でさらに魔法の小瓶使ってまた1体シャドウ出す。オッケー、これは強いぞ。でただ相手魔法の小瓶をね使ってくれない可能性は十分ある。さあナイス魔導使いはナイスすぎ。魔導スライムを使えばスライム系がね来るんで、今もう一石三鳥状態よこれ。タバサと身長の杖と魔導スライム。さあそしてなんだこいつはキラーデーモン。全然見ないから忘れちゃったわ。召喚時仁王立ちか。全然もう脅威じゃないね。ただ6かちょっとめんどくさいね。さあ、ウィンドマージ。じゃあ、これ、魔導スライムイオか。え？いや、待てよ。大丈夫だと思う。そうだね。1体はやられるけど、もう1体は、あ、待って。シャドウやられるか、ワンチャン。あ、やられない。いや、それは全然ナイス。全然前世ナイスってめっちゃ言いにくいな。魔導スライム出します。で、イオを出せば、2ダメ出してからのスライムを倒せると。で、ここよな。スライム系が来て、お、ナイス。お前、それ、おお、すごいの来た。これ、ナイス。どっちもナイス。まずメラ使って、シャドウもう1体出す。いいね。シャドウ出す。で、魔導スライムの効果でもう1枚来る。羽スライムは激アツすぎる。で、ただ、こいつはもうどうしようもないんで、3ダメでターン終了。うん。いや、熱いな、これ。展開が熱すぎ。さあ、魔法のコミに使ってくるが、それはこっちにとっては好都合。ありがとう。自分の分まで来た。いやでもこれワンチャンあんね、ほんと8。はいはい、疾風陣大。いやまあでも身長がもういるんで、まあいいでしょう。ウィッチレディー、羽スライムな、どこで使おう。で、ウィッチレディー、ウィッチレディがいるから、これ、螺旋打ちでもありなんだけど、ただそれだとちょっとな、中途半端に残っちゃうし、でも、使っていいかな。こいつ、螺旋打ちでいっか、でも、で、一応魔法の小瓶使って、あ、先に使った方が良かったか。まあ、いっか。鏡面を一応使って、魔術師か。まあ、別にそこはあんま変わんないな。いてもいなくても。さあ、そしてもう一枚、プチマージ。いや、ここはでも安定で、グレン、魔術師、プチマージで終わりかな。いやでも十分に強いいや強すぎんね。で、手札にはまだメタルブラザーズと羽スライムもいるんで、いや強いいや、まあ相手がイオナズンとか使ってきたり、あとは特技ダメージプラス1の状態でイオとか使ってきたらやばいけど、セクシーブームは全然 OK。セクシービーム全然 OK だけど、ただプチマージの特技がな、取られちゃうのがちょっと、もったいない。相手に取らせちゃったのはちょっとね、使いたかった自分で。待って、そりゃ運良すぎない？いや、わかんないけど、もしかしてセクシービーム来たプチマージで。そりゃやばいよ。相手のとこに魔法陣行っちゃったのはかなり、いや、諦めんなよって言ってるよ、松岡修造も。ダメ。いや、ここまで来て、いや、それはさ、多分ないと思うけど、いや、でも一応、羽スライムとかメタルブラザーズもいるんで、まあ、2回攻撃も強いし、メタルブラザーズでメタルスライムを出して、そこから羽スライムっていう流れもあり。だから結構これ可能性は多いと思う。まあ、ピオラ使うのもありだしって感じ。まあ、ただできればね、特技系が来てほしい。特技を使ったら、なんかしらみたいな。さっきの魔導スライムみたいな感じがもう1枚くらい来てくれたら、かなり熱い展開だけど。さあ、相手ここでターン終了になってしまう。クロックチャージ。とりあえず小瓶使うか。小瓶使います。ベロニカがここで来ていく。じゃあベロニカ使うか。さあ、これで3枚だから溢れはしないと OK。 大間違いだから。さあ、魔力覚醒そんな使わない。 OK、 対戦ありがとうございました。